沖縄防衛局は県と嘉手納基地周辺の自治体に対し、今日午前10時から午後2時45分の間にアメリカ海軍の大型無人偵察機 MQ-4 が嘉手納基地に飛来する可能性があると通知しました。嘉手納基地には今年10月までの間、 MQ-4 が2機一時配備される計画で、先月20日にはすでに1機が飛来していました。 MQ-4 は上空からの艦船の情報収集や警戒任務などを目的に使用されるもので、全長およそ15メートル、両翼およそ40メートル、24時間以上の連続飛行が可能です。今日にも2機目が飛来することで、一時配備が完了することになります。嘉手納基地では現在、去年10月に配備された別の無人偵察機 MQ-9 がすでに運用されています。